中学生たちが制作した巨大絵馬が高知市の神社に奉納されました。6回目の奉納で、今年は成長という願いが込められています。来年の絵と辰にちなんで大きく描かれた龍の絵。この絵馬は三郷中学校の美術部の生徒たちが制作しました。三郷中学校では2018年から毎年絵馬を高知市の新田神社に奉納していて、今年で6回目を迎えます。縦1メートル35センチ、横2メートルの巨大な絵馬は生徒たちがおよそ1ヶ月かけて制作しました。上り竜ということで、さまざまな成長という願いを込めています。竜の後ろには大切な思い出を意味するエーデルワイスの花などが鮮やかに描かれています。この山は高い目標を意味していて、竜がその山高い目標を超えていくっていう意味があるので、その見た人たちが持っている目標とかを成し遂げれるようにしてほしいなと思います。この絵馬は高知市の新田神社の境内に大晦日から来年1月8日まで展示されます。